皆さんこんにちは。今日も始まりました黒川敦彦のチャンネル翼。そろそろある程度定着してきたかと思うんですけれども、久しぶりにご覧になっていただいて皆様すいません。透明が、変わっております。旧オリーブの木から新翼の塔に、変わっております。透明変更の涙の物語は1月1日の投稿をご覧ください。よろしくお願い申し上げます。それでは今日のテーマ、ウーバー地蔵問題とウーバーの体質についてでございます。はい。ウーバー、まあさすがにご存知の方も多いと思います。これアメリカのライドシェアの企業です。日本ではですね、ウーバーイーツが有名でございますけれども、日本ではこのライドシェア事業、いわゆるですね、白タクというですね、業許可に引っかかるということで NG と、アメリカでは、まあアプリを使ってですね、自分の車を使ってお客さんを乗せるというライドシェア事業で、盛り上がったのがこのウーバーです。自動車配車ウェブサイト及び配車アプリを提供する企業だと。まあ、このウーバーに関してなんですけれども、日本ではですね、未来投資会議で竹中平蔵氏は、まあ、2019年1月のダボス会議にて、安倍首相とウーバーの CEO、昼食会を共にし、ウーバーやディディ、グラブなどのですね、ライドシェア産業は、近年最も成長した産業だと。しかし日本は既得権益者の猛烈な反対があると。自公総連などのことですね。自家用有償旅客運送制度を改善して取り入れるべきと主張してきているんですね。まあ今のところ認められてないですが、まあ要するんですね。まあこのウーバーなどの話もですね、こういう規制緩和の話ですね。自家用有償旅客運送制度の改善が必要と、規制を取り払えと。で、ウーバーって誰ですかって言って外資ですよね。まあ、ということで、外資に売ってしまえと。いう、まあ、言われてるんですよね。ウーバーみたいなのをもっと日本に入れてこいと。はい、わかりました。と言っている、まあ、竹中平蔵と。今日また後ほどの解説でも申し上げますけれども、まあ、このウーバーというのはですね、働いている人たちが雇用もされていないということで、もうめちゃくちゃ不安定なわけですね。まあ、派遣を超えてですね、もうめちゃくちゃ不安定な方に労働者を落とし入れていこうという流れがですね、残念ながら近代の資本主義のですね、ありさまなんですね。僕は良くないと思っています。そして、ウーバーの筆頭株主、ソフトバンクビジョンファンドということでですね。まあ、類は友を呼ぶんですかね。まあ、ひどい連中っていうのは集まってくるんですかね。まあ、ウーバーとはそういう会社です。まあ、なんでこのウーバー、ね、ウーバーというのはまあ、割とこう、世界に見ても、このギグワークという、このウーバーの働き方が本当にいいのかと、まあ、大問題に今、なり始めてるんですね、世界中で。その筆頭株主が、まあ、この、日本に関係のあるこの人だ。筆頭株主。ね。いいんですかね。Uber という会社はね、これでね。で、最近問題になっているですね。Uber 地蔵問題と。まあ、Uber の問題はたくさんありますけれども、まあ、結構この Uber 地蔵というのがまあ、地面上も面白かったですし、今回のメインテーマにさせていただいているんですけれども、まあ、ウーバーという働き方全般のですね、問題が今回の解説のテーマでございます。このウーバー地蔵というのはですね、ウーバー、まあ、ちょっとまた後で補足説明しますけど、ウーバーの仕事が来ないので、ひたすらにですね、こういう飲食店とか街でですね、待機して、ウーバーの仕事来ねえかなって言って待っている人たち。特にやっぱりウーバーやっている人は若い人が多いですよね。そういう、前途ある若者がですね、このウーバーのこの四角いリュックを背負ってですね、寒空の下街で地蔵のように立っていると。世も末だなと思うんですね。世も末だ。まあ、ちゃんとしたウーバーの配達員の方もたくさんいらっしゃると。
それは理解しておりますけれども、まあ、このウーバー地蔵が立ち去った後にはいくつもの吸い殻があったりとかですね、企業が管理し、ウーバーという企業は何も管理していないんですから、まあマナーの悪い人がですね、いたりしてもですね、これウーバー本社としてはですね、知りません。言うんですね、こいつら恐ろしいことに。普通はお前らが指導しろよということなんですね、ちゃんとね。まあ指導することにはお金がかかるから知りませんと言って逃げると。恐ろしいですね、この企業ね。店舗の前や舗装道路に待機する人たちがですね、まあなんかタバコを吸ったりゴミを捨ててしまったりする人がいたりするんですね。ウーバーの配達員が増えた理由としてはですね、やっぱりコロナ禍で、まあいろんな、やっぱり仕事が減っている人が多いんですよね。で、また、まあ、この、芸能関係の方とか突然にこう仕事がなくなったりしてですね、ウーバーの仕事とか、まあ、始めるのは始めやすいですから、日雇い以上に始めやすいですから、まあ、日雇いも大変ですからね。まあ、融通の効く仕事、時間的に融通が効く仕事ということでですね、まあ、自分の好きな時間に自転車とか、まあ、原付とかに乗ってですね、自分が配達員になれると。で、好きな時間に終わって、まあ、自分のお笑いの仕事なのか、芸能の仕事なのか、はたまた違うまた仕事なのか、そういうことができるということで、まあ、融通が効くと。で、今回のコロナ禍で仕事がなくなったり、減ったり、変わったりする人が多い中で、配達員がものすごい増えちゃったんですね。もちろん、ウーバーの需要も増えたんですけれども、配達員が増えることによって儲からない状況になっているんですね。だから、まあ、お地蔵さんが怒ると。報酬はですね、今、距離に応じて、配られることになっていると。まあ、例えば、このインタビューを受けている方のケースの場合、2.64キロで、492円と。4キロ以上が600円と。まあ、これですね、しかも、ウーバーお地蔵様でですね、仕事が入ってこないわけですから、どん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 配達をしていく人たちのですね、実質的時給は下がっているんですね。まあ、別に雇われてないですから、時給も減ったくれもないと。仕事がなければですね、本当に稼ぎが、せっかく待機してるのに稼ぎがない、とかっていう状態もすでに起こっていると。一日に1万稼ぐのはもはや至難の業になってきていると。まあ、ごくたまに儲かる人もいるんですけれども、まあ、それはエリアによったりですね、その人が極めて優秀だったりしてですね、普通にやったらこれ1万稼ぐのも厳しいという状況なんですね。待ち時間に掃除をするウズベキスタン黒人の方の、インタビューということなんですが、これ、みんながみんなウーバーやってる人のマナーが悪いわけではないんですね。こうやって、俺たちちゃんとやっているのに、まあ、急にこう配達員も増えたりなんかして、マナーが悪い人が増えちゃったから、ウーバーの配達員全部がマナーが悪いと思われて困っていると。そういうことなんですね。まあ、しかしながら、ウーバーという会社は何も対応しませんから、これどんどん評判が落ちていると。ひどい会社ですね。ウーバーイーツにはですね、10分以上発注者が家から出てこなかったり、キャンセルになった時には、料理を破棄してもいいというルールがあります。これに関してですね、ウーバーイーツつけ麺事件と、いうことで話題になりましたけれども、予定より30分以上配達が遅れ、つけ汁が溢れてしまっていたため、発注者はウーバーにキャンセルをし、希望、受け取りを拒否しましたと。これはまあ返金対応されたと。しかし、配達していった人はですね、受け取り拒否をされたんだけれども、料理を届け先の集合住宅の共有部に投棄したと。投棄したと。発注者が共有部への投棄に関して、Uber 本社にクレーム、本社というか会社にクレームを入れましたが、Uber は提供するシステムだけではなく配達人の問題であるため、自身で警察に届けてくださいと。Uber 側は介入を拒否したと。ということで、廃棄、投棄された料理の後始末は、注文した人が行ったということなんですね。
これすごいですね、ウーバーね。ウーバーは、食事の配達出前をしているのではなくて、配達員と注文者を結びつけるマッチングアプリである。IT である。IT であるので、廃棄したのは配達人の責任で、ウーバーは関係ないという主張なんですけれども。これもクズですね。僕はクズだと思います。そういうのが起こる状況を作っておいてですね、知りませんと。ね。まあでも、これが、今の世の中なんですよね。資本家としてみたらですね、俺らは知らないと。リスクはもう、平民が払っとけと。俺らは儲けると。儲けることしか考えていないと。モラルとか関係ないと。日本という国が滅びようが関係ない。むしろ滅んでほしいと。それが、ウーバーですよね。その株主がソフトバンクグループですよね。そこに竹中平蔵も絡んだりしてるんですよね。世も末ですね。ウーバーではですね、まあ、一律の配達費だったものがですね、送料を距離ごとに変動する仕組みに、まあ、変わりましたということで、まあ、なかなかこうたくさん自転車を漕いだりしないと儲からないと、まあ、そういうですね、なっていると。また天気によってですね、多少金額が変わったりしているという、まあ、そういう状況なんですね。他にも出前のサービスをしているところがあります。それが全部 Uber と一緒かというと全くそんなことはありません。出前館、まあ、日本の企業ですね、と Uber の違いというと、出前館は自社の社員、アルバイトの方が、出前を行っているということで、そんな、まあ、素行が悪いという問題は起きません。Uber Eats はもう素行が悪くてもうちは知りませんと。まあ、あの、Uber っていうロゴがね、書いても世の中にバンバンこう広まっているのに、うち、ウーバー知りませんと。もう勝手にやってるんですと。部下でもないからね。秘書がやりましたみたいなね。安倍元総理大臣みたいにね。まあ、それ以上ひどいぐらいの感じ。まあ、安倍元総理大臣もひどいね。まあ、そんな状況なんですね。これ企業として大丈夫でしょうか？これまたアメリカのウーバーのですね、関係の調査で、配達員の 50% 以上の人が、配達している時に、食べ物の匂いに、誘惑されたことがあると。また配達員の 28% の人が運んでいる商品をつまみ食いしたことがあると答えたと。まあ、こういうですね、社員でもアルバイトでもありませんから、まあつまみ食いがね、つまみ食いぐらいならいいですけどね。何かね、危険なものを混入されたりしたらもう、まずいですよね、本当にね。食べ物ですからね。危険なものじゃなくてもなんかね、嫌がらせでなんかこう、なんか変なもん入れたりとか、する人いそうですよね。恐ろしいですね。また、配達員の方のモラルがもう様々なところでもうこれ一個だけじゃありませんと。高速道路を走行したとかですね、スマホを見ながら危険走行しているとかですね、まあ、多くの、特に都市部に住まわれている方はですね、まあ、ウーバーの、リュックを背負った方がですね、まあ、多少なりこう、危なそうな運転やなんかやっているというのはですね、経験したことがあるんじゃないでしょうか。まあ、これも、社員でもないから関係ありませんというのが、ウーバーの姿勢です。今後、事故なんかもですね、増えてくるんじゃないでしょうか。このままでは。急いで配達しているときに事故にあったとしても、労災とかは関係ありませんと。今回のような、Uber の働き方をギグエコノミーとかギグワーカーと言われていますが、これはもう恐ろしい時代です。日雇いですらないと。日雇い以上にですね、ギグと。ギグというのは一時的にということでございますけれども、もう一日の日当すら保証しないぞというのがですね、こいつらのやりたい社会ですね。非正規労働者を増やして、さらにその人たちをさらに不安定な立場に追いやって、で、コロナになっても補助金とか保証とかはせずにですね、で、ギグワーカーに持っていくと。竹中平蔵の思い通りだ。世の中にこれ、なってますよね、本当に。恐ろしい。12月18日現在、
ちょっと前になってしまいますが、ウーバーの時価総額は9兆円ぐらいあります。9兆円ですよ。トヨタの半分弱ぐらいの時価総額がある企業はですね、こんな大きな企業が、配達員がやってることはうちは知りません。うちはマッチングアプリなんで、うちアプリ屋なんで知りません。通用するかという話なんですね。僕は9兆円の価値がある企業とは到底思えない。到底に思えない。もう直ちに辞めてほしいというぐらい僕は思っています。さっきも言いました。今やウーバーで1日1万円稼ぐのすら困難な状況です。まあ、様々な理由があってですね、ウーバーの働き方がどうしても合っていたりする人、それを全部が全部否定するのは、これなかなか違うなとは思いますけれども、よほどの理由がない限り、ウーバーではなく何か別の仕事をもう本当に探した方がいいと思います。時間の切り売りは本当に危険です。まあ、それでも、今、派遣とか、そういうのばっかりで、将来の投資になるようなことがですね、特に若い人たちには、なかなか見出せない世の中になってしまっている。それは、確かに大変だと思います。しかしですね、まあ、諦めたら、もう今の、ダメな大人たちのですね、もう、思惑通りになってしまいます。私もですね、YouTube を始めた時、まだ2年前ですね、日雇いの荷上げをやりながら動画作成をしていた時期がありました。まあ、政治活動なんかをやっていたらですね、お金はね、ないんです。あってももう選挙とか政治活動に使わないといけないんで、ないんですね、本当に。でも、ない中でですね、それでも、あんなクズな大人どもにですね、負けちゃいけないと思うんです。なんか考えてですね、まあ、日雇いとかも大変なんですけれども、こう自分の時間を工面しながら、できたら自分の夢をですね、きっとあると思うんです。きっと夢あると思うんです。それは諦めないでほしいんですね。こんなクズな社会に負けないでほしいんです。特に若い皆さん。このウーバーとかは、もうよほどの理由があればいいんですよ。よほどの理由がない方はですね、何か別の仕事をぜひぜひ、探してほしいなと思います。そして何より、ウーバーのような働き方をむしろ推進している、もう今の自民党や経済関係者、もう本当にクズだと思います。もうこれはもう何回も言っております。本当にクズだと思います。働く人の4割が派遣非正規雇用。労働者の質が低下すれば国力は落ちる。これは正論ですよ。そうやって労働者の質を落としているから日本の国力が弱まっていくしかないんです。経済の力の根源は人間力です。まあ、なかなか、それでもまだまだこいつらが強いですね。大変な世の中でございますけれども、だからこそ、皆さんと一緒に戦ってですね、政治、社会を変えたいと思っております。今日もありがとうございました。今日の解説は以上でございます。最後に、翼の党の経済政策、中央銀行制度の抜本的見直しが必要だと、過去に何度も何度も毎日訴えてきております。特に信用創造する権利の民主化が大事だと。これが一番大事なので赤くしております。なかなか難しいキーワードでございますけれども、関係する動画は過去にたくさん上がっていますので、ご興味を持っていただいたら過去動画キーワード検索などしてご覧になってください。よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンも押していただいたら動画がたくさん拡散されて嬉しいです。名前が変わっております。党名が旧オリーブの木から翼の党に変わっております。党名は変わりましたけれども、今まで以上にですね、突っ走って頑張っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ、ピープルパワーで、これは変わりません。黒川敦彦でございました。